皆さんこんにちは。こんにちはだぜ。今日は日本の宇宙開発の歴史の続きをしていきます。海に落ちたロケットエンジンを探すんだっけか。そうね、そのエンジンには問題解決のためのヒントがたくさんあるわけだから、まさにお宝探しよね。ぜひ見つけてほしいぜ。期待には応えられないわ。霊夢は関係ないだろ。さて、小笠原沖に落下した1段目エンジンの LE7 を探すため、ジャムステックは最新の機材とトップクラスの技術陣を編成して、1999年11月19日に愛知県の三河港から出港して地形調査を開始。当初の予想では海底海岸で凸凹していると思われたけど、ナスダが夜を徹して落下予想範囲を絞り込んだ結果、当該海域はなだらかな地形をしていることが分かり、早速捜索を開始するわ。時間的に厳しいから重点海域に絞って捜索するんだろ。そうね、無人潜水機海溝のサイドスキャナーソナーは左右に1キロずつ合計2キロの捜索可能幅を持つけど、落下予想海域の幅は 3.5 キロだから往復しないといけないんだよね。でも往復して捜索する時間がちょっと足りないから、可能性が高い中心部を通って捜索するわ。見つかるといいな。マリサの願いは。おい、どっちなんだよ。出港から3日目の11月21日、海溝のサイドスキャナーソナーを使った捜索が始まったわ。どっちなんだ。しばらくするとソナーに反応があるのをモンマが発見して、海溝のビーグルに搭載されているテレビカメラで確認すると、海底から突き出した30センチくらいの岩だったわ。岩にも反応するのか。ソナーは金属探知機じゃないからね。それもそうだな。でもこれでソナーの探知能力が証明されて、3メートル超えのエンジンは愚か。エンジンから分離してしまった部品の探知までできることが分かったわ。準備運動が終わった感じなんだな。そうね、これで安心してエンジン捜索ができるわけなんだけど、物事はそう簡単に進むことはなく、小さな反応も見逃さず注視していると、エビ、ナマコ、ヒトデなどの生き物ばかりで、エンジンの発見には至らず捜索1日目が終わったわ。まあ初日だしな、いきなり見つかるわけもないか。落下予想範囲は最も可能性が高い場所を中心に設定してあるから、これからに期待ね。霊夢が期待という言葉を使うと縁起が悪い気がする。これはひどい。ある意味自業自得だろ。捜索2日目、捜索チームは今日こそは見つかるだろう、もう見つかるだろうという淡い期待と、モニターに映った反応を絶対に見逃さないという緊張感で臨んだけど、期待に応えたのはエンジンじゃなく空き缶だけだったわ。まだ2日目だしな。でもメンバーの緊張感は少しずつ薄らいできたわ。なんでだ。だっていつ見つかるかわからないままずっとモニターとにらめっこしてるわけだから、単調な作業が続いているのよ。言うなれば流れてくるお刺身の上にタンポポを乗せ続けるみたいなものだしね。あれは食用菊だろ。っていうか使われる技術の差を考えろよ。違うわ、あれはタンポポよ、私知ってるもん。まさかのタンポポ陰謀論かよ。話を戻して、緊張感が薄らいできた中、可能性が高い海域が近づいてきたとお互いを元気づけ合ってたわ。苦労に見合うようになんとか見つかってほしいよな。それから3日目4日目と特に何も起きず、捜索は5日目に突入したわ。もう5日目か。実際にやってるとだんだん不安になってくるよな。マリサの感想とは裏腹にメンバーは一番の期待を寄せていたわ。何かあるのか。ナスダが導き出した最も可能性が高い点を通過する日だからよ。マジか、今まで特に何もなかったから大きな期待をしちゃうよな。その中でも期待と不安が入り混じった顔をする人物がいたわ。誰なんだ。ナスダから派遣されてジャムステック捜索チームに同行している有田誠よ。海に関して何か知見があるってことでいいのかな。有田はロケット技術者で H2 ロケット開発メンバーの一人なんだけど、この打ち上げ失敗で H2 ロケットに関わる全ての開発が停止しているから、現地でカメラに映ったものがロケット部品かどうか特定するために挑戦しているわ。そっか、ジャムステックにはそれがロケット部品かどうか判別できないもんな。ナスダの有田は可能性が最も高いポイントを通過するこの日に期待していたけど、逆にこの日に見つからなく、ポイントから遠くなればなるほど可能性が低くなるから、もしそうなった場合絶望が広がるから不安な気持ちも半分あったわ。まあ気持ちはわかるけど、いろんなところに協力してもらって徹夜で計算したんだから大丈夫だろ。そんな思いを抱えつつ捜索作業をしていると、これまでになかった怪しい反応があったわ。
を見つけたか。すぐさまカメラを向かわせて確認してみると、そこにあったのはなんと、ドラム缶と一斗缶だったわ。は？なんでそんなものが海の底に落ちてるんだよ。宇宙にはスペースデブリがあるように、海の底にも船などから投棄されたゴミがあるのよ。上も下もゴミだらけだな。可能性が最も高いとされたポイントで発見されず、メンバー一同の努力は空振りのまま、その日の捜索作業が終わったわ。まあ、明日に期待だな。が、しかし。え？翌日は風が強くて捜索作業は中止。さらに次の日、出航してから7日目。もう7日目か、もう半分過ぎたな。ずっとモニターを見続けていたけど、大きな岩飛びにいる袋しか見つからず。肝心のエンジンは見つからなかったわ。見つからんか。さっきも言ったけど、一番可能性が高いポイントを過ぎてしまってて。遠くなればなるほど可能性は低くなっていくわ。そうだったな。メンバーには、ナスダの計算結果は本当に合ってるのか、本当にこの海域にエンジンがあるのか。落下予想地点の計算を疑う声が上がり始めたわ。全く違うところを探してるかもしれないってことか。ビニール袋さえ発見できるから、ソナーの精度には問題ないし、メンバーの能力も高い。海底の地形もなだらかで見落とすことなんて考えられない。ということは、落下予想地点の計算が間違ってるんじゃないかと思うわけよ。なるほどな。その間で苦悶している人物がいたわ。誰なんだ？同乗しているナスダの有田よ。さっきも出てきたな。捜索してきたジャムステックは、ナスダの計算結果が間違ってるんじゃないかと疑い。一方でナスダは、ジャムステックがエンジンと地形の起伏を間違って認識してて見逃しているんじゃないかと疑ったわ。やばい雰囲気だな。ナスダは見逃している可能性があるんじゃないかと有田に連絡したけど、有田はこれまでの捜索作業を間近で見てきて、今のチームがおそらくベストチームだと感じていて、見落としや見間違いなどはないだろうと思ってたわ。ずっと近くで見てきたからわかるってことか。有田は焦りから来るナスダの物言いを心の中だけに留めておいたわ。さすがに言えないよな。翌日出航8日目。残された日数は4日となり、ナスダもジャムステックももしかしたら見つからないのではという思いが少々ありつつ、捜索現場ではそんな思いをよそに、モニターに映るソナー反応を見つめていると、午後1時40分頃、門間がわずかな反応を見つけたわ。もしかして見つけたか？その反応は本当に小さく、ノイズと見間違えるほどだったけど、門間にとってはこれまでの反応と違う特別なものだったわ。まさしく勘ってやつだな。その日はそのまま捜索を続けて、カメラでの確認は翌日にすることになったわ。エンジンだったらいいけど、反応が小さいんじゃ違うだろうな。翌日出航9日目。昨日見つけたソナー反応の場所へ行き、カメラを搭載した海溝のビークルを接近させるわ。エンジンであってくれ。海溝のビークルが着底すると、同時にビークルに搭載されてあるソナーに複数の反応が出て、最も近い反応の場所へ接近させていくと、岩ではなく人工物のように見え、さらに接近させていくと、長細い物体が見えてきたわ。エンジンじゃなくて長細い物体なのか。もっと接近させると、それは配管で、よく見てみると比較的新しいもののように見え、同乗しているナスダの有田に確認してもらうと、ロケット部品であることが分かったわ。お、見つけたか。これは姿勢制御や機体操作のために一段目エンジンの向きを変える油圧装置で、アキュムレータリザーバという部品だったわ。やっぱり分解してるんだな。他の部品も近くに落ちてそうだな。そうね、海溝のソナーには他にひときわ大きな反応があって、そっちの方に接近させてみると、大きな円筒状のものが見えてきたわ。円筒状って何なんだ？形と大きさからしてエンジンセクションと呼ばれる部品で、 LE7 エンジンを囲うように設置してあるエンジンカバーだったわ。続々と発見してるな。有田はエンジンセクションの中にエンジンがあるかもしれないと思い、すぐに中を確認してもらったけど、中にエンジンはなかったわ。あらま。でももう近くにあることは間違いないだろうな。他に配管を発見するけど、エンジン本体は見つからず、その場での捜索を諦めて他の場所の捜索に移り、発見はないままその日の捜索を終了したわ。でもいい収穫だったな。そうね、ナスダにとっては落下予想地点の計算が間違っていなかったってことだし、ジャムステックにとっては広い海から細い配管を発見できたことで高い調査技術を証明できたわ。でもエンジン本体がまだ発見できていないから、浮かれることもできず、残された日数もあと3日となってたから、時間との戦いもあったわ。
まだ3日あるさ。ただ、ナスダから送られた1枚のファックスで海と宇宙が対立し始めるわ。何があったんだ？それは次回よ。そろそろだろうなとは思ってたけどさ。次回、経験と計算の対立、お楽しみに。一体どこまで続くんだこのシリーズ。わーわー言うとりますが、お時間です。このチャンネルでは、これからも宇宙の天体や宇宙技術などの解説紹介をしていきます。チャンネル登録をしていただくと、新しい投稿の通知が来て便利ですので、サブチャンネルも含めて高評価もよろしくお願いします。それではまた会う日まで。それじゃあな。